はい、こんにちは。今日はおすすめチャンピオン紹介リメイク編だよ。全レーンのおすすめチャンピオンを紹介していくぜ。ティアリストの形にしたので見やすくなっているはずだぜ。一応注意点として、ある程度作者の主観による点があることと、B 以降のティアは結構適当というより分けるのが難しい、ので、ストエイティアを中心に話していくよ。単純に気になるチャンピオンがいたら質問してくれだぜ。じゃあ早速トップから始めていくぜ。トップの S はボリベア、ガレン、ナサスになったよ。この3人は共通する点があるよ。それは方向指定スキルが一切存在しないことだ。まあボリベアのウルトは一応方向指定と言えなくもないが、基本的に対象指定と地点指定のみだぜ。方向指定スキルは必中じゃないという欠点があるので初心者にとっては難しいポイントとなるよ。対してボリベアは Q と W が対象指定、 E も Q と合わせればほぼ必中と非常に使いやすいよ。レーンも強いしな。ガレンも対象指定の Q から E をするだけなので非常に簡単だ。R も対象指定で W は押すだけだしな。ナサスも QW が対象指定、 E は地点指定であまり重要じゃない。ウルトも押すだけと非常に簡単な構造だぜ。基本的に初心者はそのチャンピオンのパワーを引き出すことが難しいのだけれど、この3体は簡単に 100% に近いパワーを引き出せるのでおすすめだよ。そして A は簡単だが方向指定スキルのチャンピオンを集めたぜ。例外としてマルファイトがいるぜ。 Q が対象指定で W が A 強化、 E が押すだけでウルトが地点指定だ。マルファイトは CS も難しくて意外と初心者向けじゃないんだけど、エンゲージを学ぶには最適なのでおすすめだよ。他の A のチャンピオンは方向指定が重要なチャンピオンだ。モルデの QE、ヨリックの E、イラオイの QE、ムンドの Q、アーゴットの QER はいずれも方向指定だぜ。ただしそれらさえ当てることができれば非常に強く、それ以外のメカニクスが少ないのでおすすめだよ。B 以降は気になるチャンピオンがあれば質問してくれだぜ。正直 B から D は人によって結構意見が分かれると思うので、ティアの位置というよりはそのチャンピオン自体の性能の質問を歓迎するぜ。続いてジャングル。ジャングルは回りやすさとガンク性能に絞ってティアを作成したよ。初心者にはカイトが難しく回るのに苦労する。HP を高く保ちやすく、対面に入られても戦えるもしくは逃げることができることも重要視しているぜ。そうなると回りやすさはワーウィックとボリベアに勝るチャンピオンはいないね。両者ともに HP を高く保てるよ。そして1対1が強く対面に襲われる危険性が低いよ。また両者ともに CC があってガンクもしやすい。フラッシュインすれば大体ガンク成功するのでアクションしやすいぜ。A は若干経路が違うチャンピオンも多いよ。リリアは高い逃げ性能と6以降の強力なガンク力。ノクターンも6以降に簡単にガンクできるよ。ウーコンは集団戦のパワーが高いね。基本的に6までファームするジャングルはガンク系より難しい。それはカバーという概念が生まれるからだ。なので基本的にはガンク系、つまりはワーウィック、ボリベア、ポッピー、ジャオ、ザック、トランドルをまずはおすすめするぜ。ファーム系の基礎としてノクターンとリリアはおすすめだよ。続いてミッド、おすすめはベックスとガレンだぜ。ガレンは操作性もさることながら、ヤスオやゼドといった AD アサシンに滅法強いのでここでもおすすめだよ。ただし彼はあくまでもトップレーナー。ミッドの動きを学ぶという意味でベックスが一番おすすめだよ。ベックスは方向指定スキルを3つ持ち操作難易度は若干高い。だがサイドヘのローム、レーンでのキルプレッシャー、マナ管理などミッドレーナーの基礎が詰まっているぜ。攻術するガリオはマナ管理もサイドロームも楽すぎてあまり初心者にいい条件ではないんだよね。あとレーンでのキルプレッシャーがあまりないし。ベックスは適切な難易度なのでおすすめだよ。そのベックスに似た性能なのがアーリだ。しかしウルトを含めて少し難易度が上がるのでここだ。ガリオはレーンを押してサイドに出るというミッドの基本を行える。だがメレーでフロント寄りの役割が求められる。本来のミッドと若干異なるのでここだ。ゼラスマルザハールベイガーは自動型ミッドだよ。ファームして強くなるタイプ。これはこれで簡単なので初心者におすすめだよ。マナもそこまで厳しくないしね。アニビアもこのタイプなんだけどマナ管理が難しすぎるので D になってるよ。続いてボット、簡単なのは MF とシビアだな。MF はウルトを押すだけで強くてレーンも言い上げでやり過ごせる。シビアもレーンを押すことで拒否できるので非常に簡単だぜ。あと両者ともに射程が長いこともいいね。あとブリンクがないので ADC の基本的な立ち位置を学べるよ。A ではジン、彼は4発 AA をするという特殊なチャンピオンだが、非常にレーンが強くてウルトも遠距離で使いやすい。ユーティリティ性能が高く非常にいいチャンピオンだぜ。アッシュは ADC の基礎であるカイトが超重要で、それを学ぶいい機会になるよ。最初のうちはカイトできないと思うんだけど、いずれできないといけないもので、それを始める練習にちょうどいいよ。ウルトも CC で腐りにくいのがいいね。最後はケイトリン、超射程でレーンが非常に強い。とにかく初心者はレーンが強いキャラを使ってキャラパワーでレーン戦を過ごすのがいいぜ。レーン弱いキャラ使ってもレーン負けて一生弱いままなので、レーン強いキャラで五分五分以上に進める方が楽しめる技だぜ。アフェリオスとか間違ってもやっちゃダメだよ。超弱いから。最後はサポート。基本的には体の強さを意識したランキングになってるぜ。おすすめは安定のノーチラスだよ。
ハード CC を3つ持つ最強サポートだね。フックの射程、幅ともに広くて非常に使いやすいよ。そしてブリッツクランクもだな。実は彼はあまり硬くはないのだが、やはりフックは魅力的だ。当てるだけという役割が明確であることが非常に大きいぜ。A では同様にフック系に近いアムム、非常に硬いレオナもランクインだよ。特殊なのがセラフィーンとブラウムになるね。セラフィーンは柔らかいが集団戦において超強力なウルトを放つことができるエンチャンターだ。エンチャンターの基礎として非常におすすめだ。ルルやカルマはレーン戦のパワーもかなり高い分難しいんだぜ。そしてブラウムは、ワーデン、と呼ばれるピール系タンクサポートの基礎だ。ADC を守る役割について練習するのに最も適しているよ。腕近づいて盾を構えるだけだしね。あとウルトで一応エンゲージもできるし、非常に役割が多くていい練習になるよ。サポートは正直言うとブッシュの取り方やワーディングなど座学要素が多い。だからこそ操作が簡単なチャンピオンをおすすめするぜ。チャンピオン操作に意識を割かれすぎると良くないからな。今日はこれで終わりだよ。気になるチャンピオンがいたらぜひコメントしてね。作者が使えるチャンピオンなら一応簡単な動画にすることもできると思うよ。あとあくまでこれは初心者おすすめのチャンピオンであって、これらを絶対使う必要はない。好きなチャンピオンを使うことに何ら問題はないので、SA 以外のチャンピオンの質問も歓迎するぜ。それじゃあご視聴ありがとうございました。